昔の都政人の食事の作法。都政人に食事を提供する側は、ご飯は以前の提供するのがルールです。客人は出されたものを残してはいけません。おかずに魚が出た場合は、骨やおは懐が身につきんです。大盛りの以前、飯を食べきれない人は、一膳目の中央部分だけを食べて、おかわりを願い出る。都政人は出された食事を決して残してはならないため、は出された食事を決して残してはならないため、どうしても食べられない部分は半紙に包み持ち帰りましょう。夕食のおかわりにも制限があった。一食一飯とはいえ、二膳目までは OK だったが、三膳目を食べることは許されなかった。いくら勧められても、体の調子が悪いので、と辞退するのがルールだった。こうした掟を破ると、たちまち追い出されたという。